雨降ってる今日今。ってんかさツイッターのリプライでさ「まだ梅雨は何だっけま,まだん梅雨はまだですぞ」みたいなこと書いてあってさ「梅雨ってまだ?」「梅雨って6月じゃないの?」確か大体。 んあ、まだ続いてんだ。長いね、今年。毎回6月で終わるよね。今年長いな。天気予報見たことない。俺天気予報見ないんだよね。ウェザーニュース。ウェザーニュースね。ウェザーニュース。あ、って何、何 何あって。<laughs> おい、なんだよ。無理だろ、これ、かわすの。わかんないけど、なんか触れちゃったわ、ね。で、無理でしょ、こんなの、だって。あーとかさ、無理でしょ、これ。おい、何したの俺、俺、今。おい、普通、夏、梅雨で、何ウェザーニュース、うまいよ、うますぎだろ、さすがに。かわせないだろ、これは。な、なんだよ、それ。な、何があったんだよ、そのウェザーニュースは。何、それ。 おっさんが、えー、お天気お姉さんにガチ恋したら普通に彼氏いた。悲しい。悲しいなそれは、悲しすぎるなそれは。どんまいだ。悲しいなぁ、えー。え、お天気お姉さんにガチ恋が湧くような今、そんなカリスマがいるんだ。加藤彩子みたいな感じでも加藤彩子ってお天気お姉さんじゃないね。 なんか今書いてあったな。えー、ウェザーニュース人気キャスター。なんて読むのこれ。なんだろうねこれ。木山さん。木山。木山。彼女が交際を発表したことでファンの間に衝撃が広がっている。ふーん。木山さや。ふーん。木山さや。え、俺その人知ってるかも。うん俺この、待って。 あ、見たことあるなんか、切り抜きで見た。この人か。へえ。ー。切り抜きでめっちゃ上がってくるよね。一、で、今最近全く出てこないけど。なんかゲームガチ勢みたいな。やつだよね。この人。 ゲーム好きで男性苦手って設定だから人気やった設定って言うなお前そうなんだろう別に何なんだよ設定ってやめろお前男性が怖い男性怖いですって言ってたの男性が怖い 言ってるんだったら、その応援してる人も怖いんじゃないですかその人にとっては <laughs> お前らおじさんのガチ恋が怖いんじゃないですかそれ大丈夫そうそれ大丈夫 俺は他の男とは違うシャンクスに出なやつ俺は他の男とは違う <laughs> でもいいじゃんあのー、そういうシャンクスがいっぱい応援してくれたらよくないいいやんじゃあいいじゃんえー、ちなみに 相手から数億の指輪見貢がれたりしててファンじゃ逆立ちしても勝てないよーってなんで数億の指輪を送ったことばれてんだよやばすぎだろ数億の指輪やべえなつけてるから数億の指輪ははは絶対ありえないだろそんなん お天気お姉さん買える指輪じゃないだろ、数億の指輪。無理やろ。絶対。でもさ、逆にお前らに希望を与えるわ、そのおじさんたちに。あのニュースだから、結局はその報道だから。ガチか分かんないからね、そんなの。報道だから、分かんないよ、まだ。まだ分かんないよ。 まだ分かんない。まだ付き合ってない可能性はあるよ。全然。本人が認めたらダメだ。終わり。終わり。終わりです。無理。それは無理。認めたら無理。もうワンちゃんもない。無理。お前らが応援してる人、彼氏もいて、ワンちゃん結婚もあります。